まなみさん、こんにちは。平田よしおと申します。マッチしてくれてありがとう。アイコンはまなみさん本人だよね。すっごく可愛いね。本当に独身なの？平田さん、はじめまして。まなみと申します。アイコン本人ですよ。多少加工してますけど。可愛いな。婚活アプリに登録ってことは結婚したいってことなんだよね。そうですね。何かいい出会いがあればいいなと。もう出会っちゃったかもね。お上手ですね。俺あっちの方もうまいよ。お店で鍛えたからね。あっち？エッチの方だよ。え？みんな虜にさせる自信があるよ。そうなんですね。婚活アプリにあげてたこの写真見ておじさん興奮しちゃったよ。全身なめなめしてあげたい。てか、まなみちゃんは何歳なの？プロフィールに書いてる通り30歳です。え、マジで？一番性欲が強い時だね。あの、申し訳ございません。そういうのやめていただけますか？うん、まあそうだよね。俺の情報も言わなきゃだね。俺は今45歳で会社員。それなりに稼いでるから裕福な生活ができるよ。あ、そうではなく、前の婚活アプリはバーバーばっかで、本当は20代の女がいいけど、まなみちゃんは見た目良さそうだし、30歳だけどギリギリ合格かな。あの、すみません。いつ顔合わせする？俺は基本忙しい人間だからなかなか時間割けないんだけど、まなみちゃんのためなら割くよ。明日とかどうかな？いいワインバーがあるんだよ。いけません。え？私同年代くらいで探してて、45歳の方は少し離れすぎてて。ん？でも俺を承認したよね。ごめんなさい、アプリの仕様が分からなくて、それで OK にしていました。それは失礼すぎない？申し訳ございません。謝って済む問題じゃないよね。俺の貴重な時間使ってんだから、この責任取れるの？責任ですか？とりあえず会ってよ。明日の夜とか行けるでしょ。ごめんなさい、夜はなかなか難しくて。え、なんで？もしかして警戒してる？別に何もしないよ。いえ、そうではなくて、娘がまだ6歳なので。は？娘？はい、寂しい思いさせたくないので夜は出かけられません。おい待てよ、子供いるのかよ。はい。そういうのは先に言えよ。ってことはバツイチ？はい。なんだよ、中古品かよ。そんな言い方しないでください。だってそうだろ、新しく子供作る気はある？それにもよるけど。ごめんなさい、これ以上会話したくありません。おい、責任の話どこ行った？俺を騙したんだから責任取れよ。もう立派な大人だろ。しかも子供も産んでるのに、そんなんで教育できるのか？言っておくけど、30歳はバーバーだぞ。普段出会いないんだろ。だから婚活アプリしてるんだろ。だったら一回くらい俺に会えよ。絶対満足させてやるから。おい。1週間後。まなみさん、はじめまして。承認ありがとうございます。山井宗司と申します。宗司さん、はじめまして。まなみと申します。1週間承認されなかったのでもうダメかと思ってました。ごめんなさい、アプリ始めたのは1週間前なんですけど、ちょっと変な人に絡まれて、それで少し離れてました。ああ、なるほど。初めてアプリやったので何も考えずに承認してしまいました。変な人もいますからね。はい。僕は OK でしたか？はい、宗司さんは年齢も近いですし、話してみたいと思ったので承認させていただきました。よかった。でも私、バツイチで小文字ですけど、本当に大丈夫でしょうか？全然問題ありません。というか、僕もバツイチですし。そうなんですね、よかったです。嫁に不倫されてしまって、それで別れることになりました。私も同じです。子供生まれてから一気に冷たくなって、外で女作って3年間も不倫してました。子供のこと考えたら離婚しない方がいいと思ったんですけど、家にもお金を出してくれなくなって、それで別れを決意しました。それは辛いですね。はい。自分は逆に使い込まれてました。え、お金をですか？はい、妻は専業主婦だったんですけど、銀行のカードと通帳を預けてしまってて、離婚する時にはほぼゼロになってました。それはやばいですね。2年間で500万がゼロになりました。地獄ですね。まあその分慰謝料はもらえましたけど、って感じです。ちょっとだけ境遇似てますね。ですね。あの、ぜひ一度お会いしたいのですが、会っていただけませんか？私もお会いしたいです。ありがとうございます。近い日ではいつ行けますか？
お昼とかが都合がいいのですが、平日はお仕事されてますよね。自由の利く業種ですので、正直いつでも行けますよ。明日のお昼とかどうでしょうか。そうなんですね。明日のお昼行けます。じゃあ13時に渋谷駅とかどうですか。はい、かしこまりました。やった、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。翌日、ソースさん、ありがとうございました。とっても楽しかったです。お食事もご馳走していただいて本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。写真の5倍美しくてビビりました。本当に1児の母ですか。え、そんなこと言っていただけるなんて。その美しさを保つのに努力されてますよね。いえいえ、大したことしてないです。そうなんですね。というか、そんな奥さんがいて浮気する男がいたなんて、にわかには信じられません。いえいえ、そんな。というか、ソースさんこそすごいですよ。社長さんなんですか。うん、実はそうなんだ。プロフィールには書いてないですよね。うん、金目当ての人が来るからね。あ、なるほど。前の結婚もそれで失敗してるしね。私に言っても大丈夫なんですか。まなみさんには逆にアピールしました。え、それくらい好印象でした。また会ってくれますか。次は娘も連れて行っていいですか。娘さんもですか。はい。逆にいいんですか。もし今後も仲良くしていただけるなら娘にも会ってほしいので、ご迷惑でなければ。ぜひ会わせてください。僕子供好きなので。嬉しいです。今から会食がありますので、それが終わってからまた LINE します。はい、頑張ってください。ありがとうございます。1週間後、ソースさん、今日もごちそうさまでした。娘がソースさんのこと大好きって言ってます。それは嬉しい。てか、ひなこちゃん可愛いですね。お母さんに似て。それ一番嬉しい言葉です。あの、まだ会って日が浅いですが、まなみさんのこと本当に好きになりました。ひなこちゃんのことも守りたいと思いました。どうか僕と付き合ってくれませんか。結婚を前提に。私もソースさんのこと大好きです。こんな私でよければお願いします。やったー。喜び方可愛いです。マジで嬉しいです。私も嬉しいです。この婚活アプリ始めてよかったです。同じこと思ってます。ですよね。いいこともあるんですね。これからのこと決めたいので、今夜会えませんか。はい。ひなこちゃんのこともあるから、そっちの家に行ってもいいですか。ありがとうございます。じゃあ仕事終わったらまた連絡します。はい、お待ちしてます。数日後。お久しぶりです。運営に私の文句を言ってるみたいですが、私からも文句を言いました。まもなくログインできなくなるので、覚悟しておいてください。やっと連絡返ってきたと思ったら最悪だな。そんなんじゃ一生幸せになれないぞ。いいから俺と付き合えよ。中古品でもいいからよ。彼氏できましたので結構です。え？では失礼します。おい、どういうことだよ。責任取って俺と付き合うんだよ。そう約束しただろうが。してませんよ、そんなの。というかブロックされてる時点でいろいろ察した方がいいですよ。中古女が生きがんなよ。どうせろくでもない男だろうがよ。どうせそんな男なんだったら俺にしとけよ。あなたと比べ物にならないほど素敵な方に出会いましたよ。清潔感があって同年代で、イケメンで物腰低くて子供にも優しいです。結局顔かよ。でも世の中金だぞ。子供育てるのなんか金がかかる。俺ぐらい稼ぎがある男を選んだ方が利口な選択だと思うぞ。彼氏は社長さんです。え、あなたの年収は知りませんが、彼氏は年収5000万あるらしいです。それに勝てるんですか。そんなの嘘だ。30歳やそこらで年収5000万なんて絶対嘘に決まってる。現実を受け入れてください。45歳で非モテ男性、それでいてこの横暴さ。そんな男性に尽くす女性はいません。心を入れ替えるか結婚は諦めてください。うるさいぞ。うるさいのはあなたです。ではそろそろ失礼します。おい待て、デートしろ、やらせろ。後日談。こんばんは、まなみです。婚活アプリなんてと思っていましたが、本当にいい出会いがありました。最後、よしおには腹が立ってたのでブロック解除して言ってやりました。ちなみにこの後ソースさんとは半年後に結婚を決めました。子育てに集中してほしいという理由で私の仕事も辞めさせてくれました。現在は妊娠2ヶ月で新たな命が宿りました。これからはもっと幸せになります。この動画を見てくれた皆さんにも幸あれ。